きっと映画版の優しいジャイアンやけん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで出発しましょう。さあ今回のメンバーは、おめぐちゃん、そしてくるみん、ゆうかさん。めっちゃ不安そう不安だなって言うし大丈夫でしょう。行こう。さあこれで、これでまだなんか宝箱残っとるね。まあ、とりあえずこっち行こうか。クイズマン、ちょっと待った。いつまでも遊び心を忘れない。ご存知ミスタークイズマン、チラリと見えたあれは誰かな。今日のクイズはチラ見せクイズやります。それではレッツクイズ。チラ見せクイズ全部で3問。さあ行ってみよう。1問目、チラ見せどころかがっつり見えたけどえ、今の問題なんですか。めっちゃ簡単やない。やるじゃないかと言われてもね。2問目、これはチラ見せ、まあわかるけど速攻で答えれるけど。はい、最後かわいいリミちゃんめっちゃわかる。くるくる回りながら通ってった。最初のはね、がっつりこっち見よったし。お見事、おめでとう。君には参ったよ、これをあげちゃおう。 HP バナナを5本ゲット。余った HP バナナは宿屋に送った。ではまた会おう。さあそれじゃあ、あ、これでまたワープができる。どこに行くんかな次。あ、目的地や、やった、たどり着いたやったね、行くか。僕も戦う。ジャイアンが僕っていうこの変な感じ。来たよ来たよ、ハンバーガー。これがハンバーガー？いただきます。いただきたくないそんな化け物みたいなハンバーガーいただきたくないよ全然。ほら眉間のシワとかすごいやん。私今のあのメグちゃんの格好めっちゃ好きなんよねなんかすごい良くない？あー食べられた食べられた。そして食べたまんま、おお、今のスキンで出たんやないあれね、だいぶ普通にパカって一瞬口開いたよ。ファンたち盛り上がってるね。大丈夫くるみ。しかしくるみは手を止めることなくお、好きレベルアップ、ものすごく好き。そして回復も、お、頑張る。あー激辛料理、トーストになる、トーストに。お、ゆかハンバーガーの中だ。ちょっと助けてあげてみんな。ゆかを返せ。お、ほらほら協力し合って、結構強いなハンバーガー。あっ、え、体力めっちゃ強いやん、やば。いい格好させない、いや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 、ちゃんと倒して。あっ、ちょ、メグちゃん今体力やばいからめっちゃ巻き込まれた感が。頑張るんだ二人とも。おお、おかえりゆうかさん怖いよね口の中とか。上回復料理、お、めぐちゃんめっちゃ嫌そうな顔して食べるやん。何、まずそうなんかな分からんけど。あー次はめぐちゃんがさらわれてく。そしてなんかあれだよね、さらったすぐ後の攻撃がめっちゃ強いね。なんなんやろ、体重が増すけんってこと。やっぱりすごい体力が多いな。ありがとうジャイアン、
映画版の優しいジャイアンやけん。映画になると途端に優しくなるジャイアンやけんね。普段ガキ大将やのに。お、優秀。そしてまたしても。まああれか、なんか食べてすぐっていうわけじゃなくて、食べた後はずっと強いんかな。じゃなかったら食べる意味ないもんね。まあ、こっちの邪魔をするっていう意味はあるかもしれんけど。おお、おかえりめぐちゃん。でも食べられた側は大して体力も減ってないっていうね。お、ダブルスラッシュ、新しい技よ。まあ、ダブルって言ってもね、一匹しかおらんけど。あ、でもあれって何？一匹だけに仕掛ける技？それとも一匹しかおらんけん、二つともこの子だけに集中したんかな。やめてよ。まあ良くないです。そんな必死な顔してよくまあいいかとか言えたね。びっくりするんやけど。思うけどさ、これ靴の中におる人確実にボロッボロになるよね。めっちゃ攻撃されるやん。つら。お、猫パン。めっちゃ気合い入れて猫パンチやったのに。お、あ、よかった。なるほど、そういうこと。眩しい。やっぱなんか暗かった。暗くて生臭そうで嫌よね。楽勝だった。ほんとかよ。お、そしてこのボーナス経験値はゆうかさんに。あとちょっとやレベル上がるまで。ハンバーガー、食べ物じゃなくて人を食べる怪物だったんだ。期待して損しちゃったよ。まあいいか。じゃあこれお礼ね。お、1000ゴールドありがとう。あの超魔王マリアのこと知らない？最近噂のあいつだね。詳しくは知らないな。力になれなくてごめんね。こうやってちょっとずつ情報を収集していくわけだね。はい、ジャイアンのお願いを叶えた。超魔王マリアは一体どこにいるんだろうか。あ、どうも、最近出現率高くない？シャッターチャンスは逃さない。私、旅する写真家ペンペンです。撮ったばかりのこの写真お売りしましょうか。ゆうか、助けろや。お買い上げありがとうございます。さあ、そろそろ宿屋に着きそう。落ち着いた。てか、あの人は何なの？ストーカーなの？2組好きレベルアップ。ちょっと気になる。2人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。ちょっと気になる。2人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。お、誰のところに行きたい？おー、めぐちゃんと仲直り、ぜひぜひして。ね、喧嘩したまんまじゃよろしくないからね。はい、みんなの様子で、くるみんを、めぐちゃんの部屋へ。めぐ。何？仲直りしよっか。お、いいね、いいね。うん。感動の仲直り。ムカムカ終わり。メグを許した。そしてクルミンを許した。良きだね、友情だね。はい、それじゃあ料理がね1個しかないんやけど、このハンバーガー、さあ誰に行くか。おー、クルミン、やっぱ絶対美味しいもんね、あんなの。でも食べにくそう、めっちゃ。やっぱナイフとフォークで食べるんかな、現実でも。ああいうのって。はい、ルーレット。ヒイラギの葉っぱをください。これはフィッコーちゃんのですね。さあどうだ。お願い。いや、 HP バナナですね。HP バナナですねだと思ったよ。 HP バナナを1本ゲット。はい、それじゃあ、お小遣いはどうですか、みんな。
バラのステッキ。1691円しかないけんな、今。あ、マッチョの翼が手に入る。はい、じゃあマッチョの翼。もう91ゴールドしかないからね。よし。ちゃんと買ってきた。よきよき。何色がいいかな。緑ちょっと良さげ。はい。はい、そして出発しましょうか。とりあえず今回はゆかさんがまた発言しとったね。ゆかさん、キャンディーさん、任せます。で、ん、お、フィッコーちゃん、はい、この3人、この4人で行こう。さあ次は、次の依頼は何かな。次の依頼は何で誰なんだろうか。あ、この子か。歌う魔法使い、リン。何かね、こっちのセリフなんだけど。超魔王マリア、知らないな。あ、いや、そういえば、友人のダンブルドアが何か言っていたな。ダンブルドア、今、雲の国にいる。案内しようか。お願いします。雲の国にいる私の友人に会いに行こう。引き受けましょう。お願いなんかな、こっちが頼み寄るような気がするけど。うん、では参ろう。雲の国。お、新たな場所が解放された。さあ、目的地はまだまだ遠そうな感じやね。雲の国、ちょっと近未来チックな感じ。でもこのパステルカラーが可愛い。いっか、私の歌最高、聞かせてください。見て、フィックル、ここ雲の上だよ。雲ってふわふわ。本当だね、モフモフしてる。わーい、うわーい、かわいい。二人とも超はしゃぎよる。あ、歌い出した、歌い出した。実は戦い苦手。え、魔法使いなんだから魔法で援護してよ。どっちに進む？上の方行こう。大丈夫かな、私の選択はきっと大丈夫なはず。うん、メカメカしいね。メカゴブリン。やっぱり近未来チックな感じの場所なんかな、ここは。イエーイ。いつの間に罠仕掛けた。あー、パニッシメント。なかなか決まらんのよね。決まったら最強なんやけどな。お、挟み撃ち。いいぞ。やっぱゴブリンは弱いね。歌いながら魔法使うのね。いや、アンコールはちょっと結構です。まだまだいけるよ。お、ゆうかさんレベルアップ。さあ、またしてもせっせっせっせとお金を貯めて、道具なり、道具武器なり防具なり買わんとね。ね、フィックルさん、決め台詞ある？お、ピッコーちゃんの決め台詞。イエーイ。いいな、何がいいんだ。よくわからないけれど。いいね、なんか、どこでも経営できる宿屋。お、好きレベルアップ。すごく好き。さあ、それじゃあ、ゲームコーナーでルーレット。もうここでは、食べ物を一個も手に入ってないっていう、つら。はい、バラの花をください。これフィッコーちゃんのやつやね。バラの花。バラ、あ、いけそうじゃないこれ。バラの花ー。いいね。いいね、いいね。じゃあこれを。はい、フィッコーちゃんに。持つ方かと思った、着替えか。なるほど。あ、なんかこれかわいい。ちょっと濃いめの落ち着いた感じの色、かわいい。私あれぐらいの色の口紅とか好きなんやけど。コス
回はちょっとこれ足りんね、さすがに。あーもうほら全然足りてない足りてない、あーないないないはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、新しい場所に入って多少近づけたんかな、マリアに